ルフェインがセントラルと呼ぶ場所。倒すべき相手は中央の区画にいるはずです。まずはそこを目指しましょう。クポ、これで行く。期待してるわ、ジャック。警戒した方がいい。そんな、ジャックが、ジャック。ルフェイン以外にも何かがいるってこと。クポは Yeah.
ものかな。この次元は今間違った未来に進もうとしています。私はそれを正すために本来の未来から来たのです、クポ。知ったことか。自分の未来は自分で切り開く。見つけたわ。ここはルフェインの施設だろ。なんでこんなになってんだ。セントラルは直接対象です。それはルフェインの方針です。状況を変えました。そこであの者はこの地の支配を取り戻すため、その第一歩として魔物を放ったのです。これは貴重だ。どうなの、早く見たら。手当てしておけ。健康だ。これはキューブだ。支度しなくていい。宝箱があるわね。魔力の気配がします。でもこれは別次元の魔力、クポ。注意して進みましょう。Thank you.
様がガーランドとなるものか。皇帝、やはりあなたの魔力でしたか。なぜこの次元に。こそこそと小賢しい貴様の後をたどったまで。イミテーションを生み出すクリスタルの力、そしてお前たち混沌の力、それらが共に存在する次元とは実に素晴らしい。この世界も私の支配下に置いてやろう。誇りに思うがよい。何を言い出すかと思えばバカバカしい。いかにも小物が言いそうなセリフだ。世界に私にふさわしい力だ。気に入ったぞ。大いに気に入った。逃がすか。体勢を下げられたの。皇帝の動きが気になりますが、まずはルフェインの干渉を止めましょう。クポ、さっきの偉そうなやつ。皇帝って何なの。皇帝の目的は魔法と魔物を使って世界を、私が呼び寄せてしまう。変更だ。ここやめろ。宝箱か。しなくていい。
たちの力を狙っているようです。気をつけてください、クポ。誰が相手だろうとやることは。到底もガーランドを知っていたわね。ギルガメッシュと同じ時違いだ。どうなの？早く見たら？お出ましね。振りかかるキノコは払う。強いぞ。手当てしておけ。
があるわね。
私がいた未来には様々な次元から来た戦士たちが闘争を繰り返す世界がありました。クポ、しかしその闘争の元凶だった魔物を二柱の神と戦士たちが打ち倒しました。その結果戦いの日々は終わりを告げたのです。クポ、その世界にはガーランドという名の戦士がいました。もちろんあなたとは別人です。見ると誰もがあのガーランドを思わずにはいられないのです。皇帝もきっと同じなのでしょう。クポ、ジャック・ガーランド、こんなところまでよく来たな。今度は仲間も引き連れてきたのか。お前か。ジャック、君がカオスの力を使ったせいで私はあまりにも多くのものを失った。世界の価値をより高めるための計画が全て水の泡だ。だが私は諦めが悪くてね、君の大好きな混沌、闇、神秘の力を消し去り、我々ルフェインが導く秩序ある美しい世界を取り戻したいんだ。闇は光に打ち消されてこそ存在意義があるのだろう。自分は光だというのか。知識過剰にも程がある。そう言うな、ジャック。この輝きを見てみろ。次元結晶体。そうだ。ただ君のものとは少々違う。これは異なる時空、そして物質をつなぐことができる。次元の歪みを作り、様々な世界の実証を呼び出すことも消滅させることも可能だ。例えば、オメガです。倒すために作られた異世界の兵器。クポ、その気になれば神なんてシステムも呼べるが、あいにく私はあれが嫌いなものでね。だからジャック・ガーランド、神殺しの兵器でカオスに落ちた君たちを消してやろう。
さて。ここは変更だ。さて。ここは。さて。さて。ここは。変更だ。ここは。さすがはジャック・ガーランド。だが、いくらでも複製できるのだよ。やっぱり、あのクリスタルがイミテーションを生み出すんですね、クポ。なぜあなたがそれを。混沌を消し去るためなら、この程度のもの。いくらでも生み出してみせよう。生命、物質を生み出すクリスタル、そして消滅させる力を秘めた次元結晶体、この二つをもってすれば世界の全てを無に関し、新たに生み出すことが可能となる。さて、新たな秩序のため混沌を打ち払わねば。ルフェインの導きを欲している。神秘などに屈してたまるか。おお、屈するまであと数秒という様子だが。元はといえば、俺たちはお前が送り出したストレンジャーだ。その功績だけは認めてやろう。お前たちが残り続けたように、私の意志もこの次元に、私の大いなる意志がお前の次元を。もう黙れ。クリスタルは放っておくんですか？ルフェインのものなど不要だ。そうですか。
それがいいのかもしれませんね、クボ。さあ、俺たちにはまだやるべきことがある。元の次元に戻せ。やるべきこと、それは光の戦士に殺されることですか、クポ。世界を人間の手に取り戻す、そのためには必要なことだ。何も問題はない。でもその結果できる世界はきっとあなたたちがいない世界、クポ。構わない。カオスもストレンジャーも最初はこの世界にはいなかった。それが正しい姿だ。異なる未来、異説の未来ならば、あなたたちは伝説として残ります。ルフェインのクリスタルをカオスが取り込むこと、それが異説につながる条件でした、クポ。でもあなたはそうしなかった。世界はきっとあなたの望む未来へつながるでしょう。その世界ではあなたたちは架空の物語の登場人物でしかありません、クポ。あなたが世界を守るために闇に落ちたことを誰も知らない世界になる、クポ。上等だ。時の鎖を断ち切る光よ、この世界を正しき未来へと導く輝きよ。お前たちが誤った未来へ進まぬよう、俺たちは闇となってお前たちを導く。俺を覚えているか。そうだ、俺はガーランドだ。絶望に染まる世界を、その輝きで照らしてみせろ。その時まで俺たちは幾度でも混沌を巡ってみせよう。お前たちはここで死に、俺は永久に生き続けるのだ。